ベゴニアセンパフローレンスは、周回堂か周回道族の植物で草花として栽培される。和名は季咲きベゴニア。学名は常に開花しているの意味である。不体感性の常緑多年層だが、一年層として扱われることが多い。本来は暑さにもやや弱いが、現在は日本の気候にあった対処性の品種が多く作出されている。 ブラジル原産のいくつかの植物の交配種でバリエーションが多い。草丈は10から1 5トルくらいのものが多いが4 0トルくらいになる品種もある。茎、葉ともに多重質で光沢があり、新緑のものと赤みを帯びたものがある。茎はよく分子し、地面を覆うように生育する。花は普通直径2センチメートルくらいだが5センチメートルを超える。 大品種もある。褐色は白、ピンク、または紅色で、芯は黄色、白に紅色の縁取りがあるピコティという系統もある。本当の意味での黄色い花の品種は今のところないが、黄色いおしべが可憐化したフライングエッグという品種がある。屋外では4月から10月頃まで咲き続ける。花壇、鉢植えプランター上に利用される。特に公園や路傍の花壇には、 定番の草花である。住吉大公園にある種は草花の中で最も細かく、そのため指でつまんだだけでも壊れることがある。普通鉢に巻くがいらなくなった葉書を V 字に折り、底の部分に種を開けてよく見ながら、下を指で軽く叩き、軽く滑らすようにして落としていくとうまく巻ける。温室がない場合は5月中旬くらいが巻き時になる。複度はせず、 受け皿を当てがって吸水させる。一度刈植えし、花壇では15センチメートルに1株、鉢植えは4寸鉢に1株当てて移植する。半日陰から日向の水はけの良い土地を好む。ありがとうございます。